健康のプロと料理のプロがブラインドで飲んだら一体どれが一番美味しいのかっていうのを、これ体に悪そうじゃないですか。今グッてきましたよ。元気になれる気がする。なんかね、背中を押してくれる人ですかね。頑張れって神回いいですね。いっぱい怖い。編集部の時間です。はい、ということですね、今日は、青汁王子美咲さんに来ていた、いや来ていただいてるっていうか来させていただいております。よろしくお願いいたします。はい、先ほどね、はい、僕の方のチャンネルで、コラボさせていただいて、対談させていただいて、すごくめちゃくちゃいい話を聞かせてもらったんですけど、ドキドキしました。はい、今回は森田さんのチャンネルで、はい、ありがとうございます。いや、今すごいその海外で、はい、その人気になってる動画があるんですけども、はい、エナジードリンクってものすごい量あるんですよ、はい、ディレクター、実際日本に今何種類ぐらい？100種類以上あります。でもその差って全然わかんないし、それをですね、健康のプロと料理のプロがブラインドで飲んだら、はい、一体どれが一番美味しいのかっていうのを実際としてあたりとか、美味しさですね、美味しさの問題ですよ。この後の健康状態は2、3日分かんないですもんね。その辺をちょっとプロとして2人であれやこれや言いながら、実際どうなんだっていうのを一悶着しながらやりたいのは思っております。で、一番美味しいのを当てるってことですね。そうですね、はい、ブラインドでやっていきたいと思います。分かりました。はい、ということでですね、はい、美咲さん、すごい匂い匂いがこれニンニク注射とかやったことあるんですけど、はい、そのした時ニンニクの香り上がってくるようなのがもうすでにこいつからするというか。そうですね、でもやっぱ料理やってると匂いとかってすごい敏感になるんですか？はい、そうなんだ。多分だから僕より全然今感じてますよね。やばいですね、これむしろこの部屋に悪いんじゃないかぐらい色もすごいですよ。こんな今たくさん種類あるんですね。こっち2つの色、ね、これで言ったらあんまりなんかこう元気出る色ではないですよね。ちょっと体に若干悪そう。一番美味しいのを当てればいいんですか？そうですね、これが一番エネルギーありそうやなっていう、これを飲んだら一番、ね、体元気になりそうやなみたいな。これこそ言ったら日本で一番さ青汁に詳しい、はい、健康のことをすごい考えてこられた方が飲んだ瞬間大体わかると思うんですよ。そうですかね。青汁とは若干違います。かなり違いますけど、まあ、全く違いますよね。はい、まあ、全く違います、ね、別のものですよ、はい、じゃあちょっと一回行ってみましょうか、はい、これはまあその、はい、特段なんてことないですよね、うん、まあすごい泡がふくふくしてますね。じゃあ、はい、いいですか？お疲れ様です、はい、なんか差し当たりなくないですか？いつも飲んでる味ですね、はい、切り口あんまない感じですよね、うん、まあ、これを50点にしてあげたいなと、はい、誰かを基準にしてあげたいと、ね、はい、これ基準50点ですね。大丈夫かな、これあと全部下回ってったらもうものすごく、はい、よく飲んだことがあるようなないような。元気になります、これ気持ちの問題ですかね。そうですね、言ったらそれですよね、はい、じゃあ続いていきましょう か2番、2番目、まあ、この辺ぐらいからちょっとね、はい、ああ。あ、ちょっと水野さん、香りが、うん、なんかちょっとフルーツのありますね。ありますね。ある種ちょっと生姜っぽいような若干香り出てきました。それこそこの生姜の味しません？生姜ですね。生姜が強い。あとなんか若干サロンパス感出てきたかも分からへん。シップ感出てきましたね。なんかちょっと薬っぽい。出てきました、出てきました。なんかこんなまじまじとエナジードリンクを飲んだことがないですね。僕これ今50点って言いましたけど、はい、元気になる度合いで言ったら僕これ結構高いです。高いですかこれ？こっちの方がなる気します。こっちの方がなんかいろんな生薬とか成分が入ってる、あ、まあ、入ってそうですよね。イメージが分かりやすい感じの、ちょっと薬っぽいなって思っちゃいますねこれ。あ、美味しいかどうかで言うと、まあ、あんまりですよね。美味しいはこっちの方が美味しい。はい、美味しいです。僕はでもこれ50点やったら、まあ、この子は75点入れて75きます。結構いきます、僕40ぐらいですね。低っ、だいぶ低っ。こっちの方がなんかいい感じです。ちょっと僕あんま薬っぽいのがそう好きじゃないんで。そうかそうか、はい、ちゃんとこうやっぱ青汁がね、健康にナチュラルな、ナチュラルなんで。次いきましょう、はい、これコーラっぽい味です、ね、色ですね、うん、コーラの匂いしますね。これコーラじゃないですか？コーラですよこれ。あんまり美味しくないです。美味しくないです、ね、美味しくない、そもそもなんかコーラを水で薄めて炭酸強くした感じの味。これもしかしたらコーラに訴えられへんぐらい味ほぼコーラ。これエナジードリンクってことは何かの成分が入ってるってことよね？そうです、エナジードリンクだと。おかしいなぁ、安っぽいコーラみたいな。料理とかってやっぱ自分で食べたら太んないですか？もうちょっと今エナジードリンク飲んでてふと思ったんですけど、ああ確かに、こういう風になっていろいろね、試飲とか試食されるわけじゃないですか。太んないんですか？運動結構さっきの動画でもそうだったんですけど、はいはいはい、常に空腹じゃないと美味しくないんで、はいはい、こう飲んでて思うのは糖分は僕すっごい感じます。2番目の糖度の高さと3番目の化学的な糖分の感じっていうのはものすごい感じますね。これ糖分ちょっと敏感です。じゃあ普段はそういうのはあんま取んないようにしてるんですか？糖分、僕ね、甘いの好きなんですよ、すごい。あ、そうなんですか。もうほんと寝る直前までチョコレート食べてたりはする。
次行きましょう。はい。ん？これ美咲さんがどういう反応するのか聞きたい、うん、これは今までとちょっと違う。これは元気になれる気がします、ね、なんかね僕これすごいパワーを感じますね。パワーをなんか頑張りたいなって時に飲みたいですね。味は別に特別美味しいわけじゃないですけど好きなって味ですね。ちなみにですけどその青汁ってどういう選定で美咲さんはあの配合にされたんですか。僕そもそも最初トマト青汁を作ろうと思ったんですよ。リコピンをいっぱい入った、はい、でトマトと青汁混ぜていろいろ試作をたくさんやったんですよね。でも美味しくなくてですね、じゃあこれはちょっと青汁としては商品として出せないなと思って、やっぱり美味しさにもこだわって作ったんですよね。そうなんですよね。でもやっぱり健康に良くてなおかつ今までにないものを作りたかったんで試作をしていろんなことを重ねてどんどん変わっていって変遷していって結局フルーツ青汁になったんです。あれになったんですか。そうなんです。だから僕最初トマト青汁を作ろうっていうのが始まった。はい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 。なるほど、まあ、それで言ったらこの4番目なんですけど、うん、ちょっとトマトの出汁感みたいな後味が若干あるんですよ。それは感じなかったですよ。だから高度すぎませんトマトの出汁かって。何ですかトマトの出汁か。グルタミン酸に近い感じですね、うん、やっぱねこれあります。トマトのね青いトマトをかじった感じっていうか。青いトマトかじったことあんまないっすねこれでもうまいですね。うん、うまいっすね、まあ、はい、僕の中でも点数すごい高い。80点いきましたね。80点いきました。90点おー、これ一番いいっす今のところ。いいですね、はい、こっから先ちょっとキワモン。ちょっとそうですね、この黄色と緑なんか不思議ですね。僕の中では色の段階でないなって思ってますけど、まあ、一応いきますか、はい、全然香りしなくないですか。なんか匂いがしないですね、逆に本当にないですね。あこれ体に悪そうじゃないですか。体に悪そう。なんか好き好んで飲みたい味ではないですね、はい、パッと口に入れた時にそのやっぱブドウ糖感っていうか、そういわゆる加糖したなっていう人工的なもの、甘味料とかっていう香りものすごい強いですね。作られた感じってことですか。そう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 。あ、人工的な味っていう。はい、でもそのブドウ糖があるんで要は疲労回復サイセット感みたいなのもあります。ブドウ糖とかって分かるんですか。飲んでやっぱり糖の成分は頭の中で8種類ぐらいは口に入れたら分かります。すごい、それ逆にすごくないですか。その企画やりましょうよ、この糖を当てようみたいなそういういろんな糖を食べたら分かるんですか。僕は分かっちゃいますね。これブドウ糖だとか、はい、これは黒糖の味やなとか、黒糖とか砂糖切りから引いたやつやなとか、そうなん、やっぱめっちゃマニアックですよねそれ。多分そうかもわからないです、ね、でもやっぱそれぐらいこだわりが必要ってことですよね。そうですね、なんかちょっとのことで感じ方って違うんですよ。で美咲さんはフルーツの青汁を作りになるじゃないですか、はいはい、全ての食材の中にはおかきにしてもなんですけど全部糖分がどっか入ってるんですね。その糖分を分解してった人がパティシエっていう職業なんですよ。へえ。パティシエってケーキ作る人みたいなイメージあるんですけど、いや実はそうじゃなくて彼ら料理作らせたらめっちゃ上手なんですよ。あ、そうなんですか。セロリとかの糖分を考えて料理作ったりとかしよるんで、パティシエの料理ってね結構すごいです。糖分の天才やと思います。糖分マスターみたいな。そう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 。でも彼ら別に糖尿病になってないですからね。これ美咲さんちょっともう一回ポカリスエッターと思ってちょっと若干本音で見てください、はい、ポカリの奥感みたいなのないです。ポカリの奥感はちょっと僕の僕のレベルではちょっと感じれないですねまだ。いやいや、でもなんかちょっと分かるかもしれないです今後味で。後味ありますよね。飲んだ時の後味感は、あ、本当ありますわ。あ、ありますよ。あるある、出てきますよね、はい、奥に。最初は分かんないですよ、いろんな混ぜもあるんで。あ、あるあれありますよね。めっちゃありますこれ。奥に薄くほら、うわすごい、味ってすごいなですよね。こんな考えたことなかったんですけど確かにありますね。いますよね、最後全部こう服の入れ最後におっそれポカリみたいなやつ、はい、そうそう、ね、もう全部なくなった後の、はい、これがブドウ糖、点滴の中に入ってる成分、はいはいはい、そのうちの1個がこの中にはあるなという。へ、水分補給をこの子はできるんじゃないかなと思いますね。でも僕の流れは40点、僕は20点だいぶ低いです、はい、一番低い、過去一低いじゃないですか。美味しくないです最後いきます、はい、メロンソーダ。メロンソーダですよ、本当これ。炭酸ってすごい、まだブクブクしてますね。炭酸ってすごいですね、まあ、これもあんまり味、匂いがしないですね。そうですね、これ一番ダメですね。ダメです、ね、僕もう退場です、これは。これまずいメロンソーダな感じがしますね。香料的なのと、あ、化学的なカフェイン、やっぱ感じます、うん、カフェインっぽいですよね。カフェインの化学的な感じめっちゃありますよね。これカフェインって入っちゃうと、はい、カフェインにもいろいろ種類あるんですけどすごい化学的な感じが出ちゃうんですよ。あ、そうなんですか、カフェインって。はい、青汁普段から飲んでらしたら青汁ってカフェイン
入ってないしですよね、はい、だからそれめちゃくちゃ敏感だと思うんですよ、はい、これすごい強いです。カフェインってコーヒーに入ってコーヒーもそう化学的な味しますか？あれ、いや、あれはもう天然の自然のものから出てて、普通に抽出してったら、まあ、なんとなくそういう紅茶みたいな感じの色出やすい感じなんですね。これもう無色カフェインみたいな、そういう感じの味わいがすごい強いんで、多分敏感にめっちゃ反応してると思います。うん、すごいちょっと受け付けないなって。これ退場退場退場ですか？これ退場。美咲さんがちなみに受け付けへんタイプの人間ってどんなタイプの人間ですか？いっぱいありますけどね。あんま好き嫌いないんじゃないですか？いや、そんなことないですけどね。そんなあります？目的がはっきりじゃない人とか僕あんま好きじゃないかな。仕事でもなんですけど、獲得目標っていうか何のためにやってるのかっていうのを、はいはい、はっきりしないとなんかすごく嫌なんですよ。あ、でもその例えば女の子とかって、はい、A にしようかな、 B にしようかな、 C にしようかなってこうずっと悩んでんの楽しいみたいな人じゃないですか、はいはいはい、まあ、男の人もそうですけれども、はい、そういうタイプはじゃああんまり好きじゃない？僕はあんま好きじゃないですね。もう判断はパッパッパッパって早いですもんね。早いです。それがなんかあんまり遅い人が嫌いですね。No. はい、いろんなものをどんどん短期間で生産していきたいなと思ってるんで。だって生きてる時間有限ですもんね。そうなんです。その中でこれはもう退場。いやでも今なんか今グッてきました。打ってきたんでちょっとやばいです。これカフェインって体内で温められて戻ってくるものなんで、あ、多分全然ダメだと思います。打ってなりましたもん。なんかでこれは点数は、はい、ダメです。もう0点。同じ。いや、これは体に悪いですよ。本当にエナジードリンクって言ってるんやから、これちゃんとエナジー充電してくれなあかんねもうどん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 テンション下がっていってるもん。5番6番の時のテンションの下がり方、いや一番これひどかったです。そんな売れてないんじゃないですか、うん、極物っていう。そうですね。でも一番やっぱこの4番が良かったですね。美味しかったですね。これ例えるならどんなやつですか、人間でいうと。例えるならですか例えるならもう背中を押してくれる人ですかね。頑張れ頑張れって言ってエナジーですね。エナジーです。これこれはねやる気出ますね。トータルなバランス味わい的にも良かったし、うんうん、はい、まあ、成分もちゃんと感じるタイプですよね、はい、一番は、うん、やっぱそう考えるとこれ最初飲んだからあれですけど、いろんなもの飲んでみると甘ったるいです。これあ、どうですか甘べっこう飴舐めてるみたいな感じ。そう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 、飴舐めてるみたいな感じ。糖分すごいんじゃないですかこれ。そうですね、うん、でちょっともう一回3番飲みますけど、はい、すっごいコーラみたいなこれ多分あれですよ、何回やっても3番を美咲さんに飲ましたら安っぽいコーラっていう答え返ってくると思います。大体分かりましたね。100種類ある中からもう最近流行っててネットで評価がいい6種類を集めてくれたと。あ、ネットで評価がいいんですかこれ。大体出てるんですよね。大体出てます。その評価の中で健康のプロと料理のプロが飲んだ時に効果がありそうなもの、はい、この瞬間的にブラインドで選んだということですね。ではお願いします。これ何よ、これ何ですか、いきなり渡されましたけど。どれがどれかをまず当てていただこうかなと思って。あ、この今飲んだやつが入ってるわけですね。はい、になっております。これが、あ、見て見て、今これオロナミン C 入ってる。本当だ。え、しかもコーラあるじゃないですか、ちゃんと。あ、他コーラ書いてありますか、これ。わかんないな。すごい。わかります、これ。ちなみに飲んだことあるのあります？オロナミン C と僕はレッドブルとそれぐらいしか飲んだことないかもしれないですが。皆さん、これもうこの子は先ぶち込みませんか。どれですか？あ、これですね。はい、この子は間違いなく。間違いない。3番目ですよね。これです、これです、ここです。これ絶対これです。ディレクター、これは多分そうだよ。これは間違いないです。間違いない、間違いない。待って、こう見ると分かんないな。ちょっと待ってください、はい、いろいろ書いてるんですけど、はい、こいつだけ正面の一番上にカフェインって書いてません？でカフェインを押してるってことですよね。これ絶対美咲さんさっきカフェインの話してらしたんで、これ多分6番これですよ。これですか。多分間違いないと思います。これ間違いないですね。はい、これマジかった。この回線怒られるんじゃないですか。大丈夫ですかね。でもまあ本当感想なんで、リアルな。え、こっからがちょっと分かんなくなりますね。そうですね。でも最初に飲んだ時に、はい、多分なんかこの2つありそうって言ってたから、なんとなくこの2つはこっち系違うかなと思いますね、はい、モンスターって何色なの？モンスターって僕飲んだことないですよね、実は。緑ですよ、これ柄は。こうっすか、モンスターかの。いや、これはないっすよね。やばいっすね、それ行きたなりますけど。モンスターって売れてるんですよね、だってモンスターのカンカン刺さったトラック走ってますもんね、はい、モンスターが世界一売れてる。え、世界一。え、レッドブルじゃない？これモンスターが世界一。もうレッドブルかと思ってました。あ、それは知らなかったな。でもなんかこのこれはすごい飲んだことがあるんですよ。あ、それ味、はい、これこうかなと思うんですよね。それは、あ、レッドブルですか。これはこれレッドブルっすか。これはなんかすごい飲んだことある味なんですよ。そうかな。レッドブルはでも僕も飲んだことあるんで、はい、似てるっちゃ似てたんですよ、はい、1番も2番も、はい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 、まあでも俺50点つけちゃってるんで、僕はこれは、はい、そのレッドブルは、はい、僕は2番やと思います。なんかちょっと近しいっすよね、ここちょっと似てるんですよ ね、 すごい似てました。同じ属性なんですよ。僕2番はこれかなと思うんですよ、このなんかリアルゴールド。あー、僕はそこはこう、はい、モンスター
かな。モンスターですかこれ。モンスター僕あんまり愛情ないんで、モンスター愛情ないんで、なんならこれが僕の50点という。でもモンスターって今めちゃくちゃ売れてるんですよね。売れてますよね。だから僕は一番美味しかったこの4番が一番売れてるモンスターなんじゃないかなって思ったんですよ。あ、飲んだことないですけどモンスターは。でもこれ本当美味しかったんで、僕はこのオロナミン C が新崎さんと一緒でこの5番、5番、はい、これはもう間違いないですね、はい、もうなんか色味が、まあ、そうですよね、はいはい、だからこれは僕消去法で5番かなと思いました。あ、僕このドラゴンブーストリアルゴールド、あ、リアルゴールドだ、リアルドース、だから僕のこれ2番だと思うんですよね。あ、でもそれ僕も点数高かったですし、はい、僕の中ではその2番は75点、はいはい、4番は僕80点、はい、両方とも点数高かったですね、はい。ここですか。はい、これですね。一番いいのがリアルゴールドあります。そう、リアルゴールドって言われるとすごいちょっと自信なくなってきましたけど、まあでも飲んだことないものは、まあ分かる、確かに飲んだことないですから。そうですよね、はい、まあここは当たってると思うんですよ、絶対。そうですね、このコカ・コーラは外さないと思いますね、はい、外さない。でその中で一番美味しかったものを、はい、お互い決めてもらっていいですか。あ、もう効果があったやつ、はい、あ、もうそれはもう2人満場一致で、これです、これです、これモンスターとリアルゴールド中身一緒だけど。中身違うよ、中身一緒ですよね。中身一緒だけど選んでの違う、だって2人とも飲んだことないやつやん、はい、4番が一番美味しかったですよ。4番、はい、4番本当味はこれです。間違いなく味と、ただ予想してる銘柄がちょっと違うっていう。そうですね、はい、銘柄は違うけど4番が味は美味しいです。それはもう一致です、はい、正解は、はい、こちらです。あ、やっぱそのやっぱ何も、でも俺これですか。2人とも飲んだことないやつ出てきた。マジっすか。え、僕これモンスターだと思いましたよ。いや飲んだことないじゃないですか。一番美味しいから一番売れてるのかなってやっぱ思っちゃうじゃないですか。あ、確かに確かに、だからそういう考え方。逆にモンスターどうですか。じゃあ2番です。2番、もう違う2人とも違う僕これだと思ってモンスターってこういう味なんですね全然知らんやん美味しいですよこれ、リアルゴールド。あ、じゃあちょっと全部前に美咲さんのところの前に並べてもらっていいですか、はい、正解は、正解は正解ですね。あ、それは合ってるんですね。こちら正解です、はい、やっぱりそうやん、だってそれカフェインの話、はい、美咲さん言ってらしたもん。3番はもう大正解。おー、コーラです。あ、これ絶対コカ・コーラの味、薄めた水ので、2番がモンスターです、ね、モンスター。1番がレッドブルになっております。なるほど、うん、ここ外れてるんだ。でもここは合ってましたね。そうですね、ここは3つはぴったり合ってましたね。でもこれ飲んでどうでした、美咲さん。やっぱりこうパッと飲んで、まあ、どれがいいとか悪いとかじゃないですけれども、うん、体に受け付ける受け付けないっていうのはブランドだとすごい分かりやすいですね。やっぱり飲んだことあるというか売れてるよく見るものがやっぱ美味しい傾向にはありますよね。ありますね。やっぱこれとかやっぱ正直分かんないですもん。分かんない、見たことないですもん。でもこれ本当売れてるんですか。人気あるんですか。最近話題になってる、松本清のブランドは。へー、松本清さんよく言ってますけれどもね、はい、お値段いくらぐらいなんですか。これ100円。あ、安いんですか。高いのだといくらぐらいなんですか。一番高いのがレッドブルだ。こちらが270円。まあでも倍ぐらいしか値段差はないんだ。水川さん、すみません、3番だけもう一回ちょっと味見して感想言っていただいていいですか。3番、はい、3番だけ。すっぽいコーラ薄めてるコーラって感じですね。ということで、はい、今回4番のこちらですね、はい、リアルゴールド。リアルゴールド、これ美味しいですよ、はい、これドラゴンブーストすごい美味しいです。これはですね、はい、試してみていただきたいですし、これ売ってるんですかね、コンビニとかに。普通に売ってます、ね。あ、じゃあ迷ったらいろいろコーナーある中でこれを選んでいただいたりしないんじゃないかっていうことをプロ2人がですね選んでみました、はい、ということで美咲さん、本日はどうもめちゃくちゃ楽しかったです。意外と勉強になりました。なりました、ね、思ってるより、はい、今度からなんかコンビニで誰かがそのこれおすすめどれですかって言われても確実にそれって言えますね。言えますね、言えます、はい、あとなんか味に対してここまでこう向き合ったことがあんまりなかったんで、なんかそのさっきのポカリの話はすごいあーって思いました。ああ、これですか、オロナミン C か。だからオロナミン C が、はい、あ、そうだ、大塚製薬さんはポカリスエットの会社ですよ。ポカリスエット感みたいなのはあります。あ、そうなんですか、本当だ。あ、そうですね、原材料にブドウ糖。あ、やっぱり入ってる、書いてありますわ。カフェインもすごい下やったんで、これ結構すごい神回ですね。面白かった、面白かったです。ということで皆様、この動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。合わせて美咲さんに、大きな拍手をです。ありがとうございました。ありがとうございました。ではでは。